こんにちは、速稼塾の久保です。今日はですね、私のメールボックスに届いたメールから一つお届けしようかと思います。今日はどんなメールが届いたかと言いますと、重要偉人の金言って書いてますよね。これね、泉忠さん、キングオブコインというふうに言われているというよりも、泉さんが人に言わせていると言った方が正確かもしれません。泉忠さんの公式メールマガジンで偉人の金言ということで始まっているんですよね。で、今回はウォーレン・バフェットさんの言葉を引用して文章を書いているんですけども、まあこれをね、見てくださいっていうことがありますんで、ちょっとこうね、URL をクリックしてみようかと思うんですよ。その下に、この銀行にお申し込みになりたい方はこちらということで書いてますけども、URL が一緒なんで、多分どっちクリックしても同じところに飛ぶと思います。で、寝ている間に入ってくる収入源、ウォーレン・バフェットの金言って書いてますけども、おそらくこれは、銀行の利息のことだと思うんですよね。世界中にはいろんなね、銀行金利がありまして、日本に暮らしてると銀行なんて意味がないよって思っちゃいますけども、やっぱりね、銀行にお金を貸すこと、預けるって言いますけども、金融機関にお金を貸せる人っていうのは、やっぱりね、金融機関以上の資金なんですよ。もちろんね、10万、20万を銀行に貸してもどうってことないですよ。でもやっぱりね、億っていう金額を銀行に貸すことって、銀行にとっても儲かるんですよ。だから大口の預金者さんって銀行は優遇してくれますから、うん、だからそういうレベルの話だと思うんですよね。うん、だから300万とか500万しか銀行に預けられない人、貸せない人っていうのは多分あんまりメリットがないんじゃないかなと思いますけども、まあまあとりあえずちょっとクリックしてみましょう。どんな画面が出るかな。お、これはですね、私の知り合いの同じ広島のですね、舞姫さんが出てますね。で、もう一つは、この泉さんです。下の方に世界初保険のついた FX についてって書いてますよね。うん、まあ大体想像がつきますね。で、一つ注目しないといけないのが、これね、Vimeo なんですよ。Vimeo。Vimeo ってわかりますかね ?YouTube じゃない動画のプラットフォームで、これね、利用される方は完全に有料なんですよ。無料では Vimeo に参加できないんですよね。私も使おうと思ってますけども。この Vimeo ってのは、有料なんで広告が入らないことですごく見やすいっていうのと、まあ、あとね、やっぱりこう、ビジネスで使うときは Vimeo が絶対いいんですよね。YouTube ってのは、やっぱいろいろと、ここでは省きますけども、やっぱりもう一般メディアになっちゃったんで、動画をセールスで使うのに、だんだん向かなくなってくるんですよね。まあ、そういった形で Vimeo ってのが、これからは、動画のマーケティングする人はね、結構使えていくと思います。で、この動画ってのが1時間24分38秒なんですけども、私の場合はね、ここで何を感じるかっていうと、別に再生しないんですよ。再生しても、まあ、二人の話が延々と続くだけで、大事なことっていうのは、この中にね、1分ぐらいしかないんですよね。1分とかワンフレーズとか。だから1時間24分38秒っていうのは、私ぐらいになったらって言ったら、ちょっと申し訳ないんですけども、まあ、私ぐらいやってると、多分1時間もう見ないんです。見てもしょうがないっていうかね。が肝心なのはこれなんですよ。世界初保険のついた FX についてって書いてますけども、まあこのね、保険のついた FX って私ももうすでに何件かアプローチいただいてるんで、わかるんですよ。ですんで動画見る必要がないっていうことになるんですけどね。でも、保険のついた FX ってのは何だろうとかね。この二人がどんな話してるんだろうっていうふうに、まだね、このインターネットを関連とするビジネス慣れてない方は、しっかり動画を見た方がいいと思います。結構ね、お二人のやりとりって、勉強になるんですよ。どう勉強になるかっていうとね、このお二人の方がいいことをしてる、悪いことをしてるっていう、そういうことではないですよ。やっぱり大事なことをね、発信してるってことと、その発信をやめてないってことなんですよ。で、それによりトークも上手になってきて、あ、確かにそうかもしんないなっていうふうにね、思わせるようなポイントをいくつも盛り込んでいるってことなんですよ。私たちがビジネスなんでね、下手なのかっていうと、人に信頼していただくっていう、そのトークスキルがないんですよ。何を話しても信じてもらえない。何を、どんな話し方をしてもなかなか届かない。人が集まらない。ってことを繰り返するからなんですよね。でも、このお二人ってのは、まあ、はっきり言って泉さんって、私も何度か会ってるんですけども、この、何ですかね。舞姫さんにもね、お宅に伺ったりとかしてるんで、同じ広島なんで、まあ、仲良くさせてもらってるんですけども、泉さんっていうのは、今まで紹介した暗号通貨の案件って、まあ、ほぼ、ダメになってるんですよね。いわゆる、儲かんないんですよ。この泉さんが何を言っても。儲かんないんですよ。
これは儲かってないってことは事実なんで、ちょっとちゃんと言っときますけども、泉さんの紹介した案件で儲けてる人がゼロではないんですよ。ゼロではないんですけども、儲ける確率はすごく低いんですよね。でもこうやってまたね、新しい案件話すと見る方っていうのがいるんですよ。ってことは、何回結果を出さなくても次こそはと思ってね、やっぱりたくさんのことを伝えてくださってるのかなと思うんですよ。その辺がまたね、泉さんのファンをなくさないところなんだと思いますし、で、横にいる舞姫さんっていうのは FX の、まあ、書籍も何冊か出されててね、やっぱ FX で最初に世の中に出てきた人っていうことなんで、FX の話をするのに向いてるんですよね。この着物トレーダーっていうんですかね、主婦のトレーダーさんっていうのかな、そういうブランディングでもありましたけども、で、やっぱり、見識豊かでね、思いやりもあるし、非常に素晴らしい方であるんですよ。ただこのお二人の話されている内容っていうのは非常に、ね、私たちには活用しにくいのは、やっぱ私たちにもそれなりのレベルがないと選別できなかったり、選別してビジネスのスキームとか投資のスキルを伝えてくださっても資金が中途半端だったりね、それから扱えるそのマインドセットとか能力がなければ、どんな案件を示されてもやっぱりダメになっちゃうんですよ。で、今回の動画のちょっとね、まとめになりますけども、ちょっと言いたいことは2つあります。1つはですね、やっぱり私たち視聴者のレベルも上げていかないと、何を選ぶべきか、自分には何が合ってるかってことが見分けられなくって、闇雲に参加してポシャルってこと、これが1つなんですよ。だからきちんと自分のね、見丈に合ってるものをやれてるかなってことを確かめないといけないですよね。で、結果的にこの人たちが紹介したから悪いんだってことじゃないんですよ。それは情報を扱って自分の身の丈に合うようにリサイズした方は結果を出せますしね、そうじゃない方はもうただ言うこと聞いときゃいいだろうみたいな人はうまくいかないんですよ。で、言いたいことのもう一つは、やっぱりね、発信をやめてないってことなんですよ。泉さんにしても舞姫さんにしても、舞姫さんじゃない、舞姫さんですね、すいません、蝶の舞さんとね、ごっちゃになる時期があるんですよ、すいません舞姫さんもね、泉さんもやっぱりね、やめてないんですよ。どこまで行ってもきちんと追求して、いろんな問題を解決しようとしてるわけなんですよね。それこそですね、ちょっとこれはね、捉え方いろいろあると思うんですけども、私はね、一人でも多くお金の問題を解決してあげようっていう気持ちから起きてるんだと思うんですよね。だからやっぱり私たちも自分がお金を稼ぐに値するのかどうか、お金に好かれるような判断力を持ってるのか、そのために労を惜しむことなく自分を鍛えてるのかってことを確かめながらね、誰からどんな情報を得るかってことを考えていかないといけないのかなと思うんですけどもね。はい、ということなんですよ。で、私はこの動画を見なくても、このタイトルだけでどう判断するかってことはもう結論出てるんで、1時間24分っていう時間を割かなくても、次のフェーズに入れるわけなんですよね。でも多くの方は多分このタイトルとこの画面だけじゃわからないと思うんですよ。例えば泉さんとこのね、舞姫さん、どんなお人柄で、どんな気持ちで、どのぐらいの資金を持っていて、どういう活動してるのかってことを、少なくともね、何度か会ってみないと分かんない部分があるんですけども、私は何度か会ってるんで、分かるところもあるし、ってことなんですよね。だから判断が早いんですよ。で、なんかね、お金持ちとか、ビジネスの成功者って、成功者同士で、お金持ち同士で繋がってるよね、みたいなこと言いますけども、私に言わせるとこれ、ひがみなんですよ。そうじゃないんですよ。誰でもつながることできるんですよ。泉さんのセミナーに行って、名刺交換をするとか、舞姫さんの自宅に行って、ビジネスの話聞くとか、それこそ、目の前1メートル以内で触れ合うことってできるんですよ。人間ってのはね。でもそれをしないんですよね。いや、自分なんかが相手してくれるかしら、みたいなことを言って、自分で一歩引いちゃってるんですよ。で、あとは、やっぱりね、こういう人たちに気にしてもらえるような、実績もいります、やっぱり。たくさんの人を集めれる人気者であるとか、なんか、事業でね、一本立ちしてるとか、それこそ消極的で人見知りでお金もなくて行動力もない人に、やっぱ気にしてもらえないですよ、そんな人だったら。ということなんで、なんかね、お金持ち同士、権力者同士、なんとか同士で繋がってるってひがむぐらいだったら、その相手にしてもらえるような自分になっていくことも大事なんではないかなと思うんですよね。ちなみにですけども、泉さんと、舞姫さんと、何かを私が一緒にやってるってことは、今のところないですからね。嫌だってことではないんですけども、そういう事実はまだないってことです。これから、
もしかしたら何か縁ができるかもしれないですけどね。別に対立してるわけでも何でもないんで。じゃあ本日は以上です。